どうもコスコです。今日はコストコオンラインで買ったこちらクイジナートの電動ナイフを紹介したいと思います。イエーイ。断面を美しく、切りにくい食材もスパッと切れるクイジナートの電動ナイフということでですね、今回はこちらを開けて実際にね、いろんなものを切ってみたいと思います。それではどうぞ。楽しみだった。私ね、電動ナイフ使うの初めてなんですよ。テレビショッピングとかでね、ちらっと見たことがあるぐらいで、これは、コストコオンラインで購入したものでですね、コストコのお店では売ってないんです。ナイフではあるんだけど、なんか組み立て式になってる。説明書とドライヤーの根元だけみたいなやつがあります。えらい大きくない？そして有線になっております。あの、コンセントを入れて使うタイプの電動ナイフですね。ちなみにこちらのクイジナートというメーカーさんはアメリカのキッチンツールを取り扱っている有名なメーカーさんです。コストコでもね、いろんな商品が取り扱ってて、私もいくつか買ってるんですよ。これとかね、こちらのポップアップトースターもクイジナートの商品だし、あとね、その辺に刺してるお玉とかヘラとかね、その辺も確かね、ちょこちょこあるんですよね。多分ね、うちでもすごく活用しているメーカーさんの一つです。全部コストコで買ったんですけどね。今回こちらの電動ナイフが仲間入りということになります。はい、取り出します。ナイフも思ってたより結構刃渡り長くて大きいナイフ。シャキーン。はい、こちらはですね、2枚刃になっております。とりあえず説明書見ながら取り付けていきたいと思います。ブレードを取り付ける。左ブレード、右ブレード、ちょっと一回これ綺麗にした方がいいんかな。さっと洗ってこようか。あ、外れた。はい、外れました。ちょっと洗っていきたいと思います。はい、洗ってきました。はじめはね、これ1本だけ使って、こっちはなんかこう替えの刃かなみたいに思ってたんですけど、これはね、2つセットで使うものみたいなんですよ。なんかこういう切り方する。こうやって、わかります？なんかこういう切り方をするらしいんですよね。なんかもっとこれの多分100倍ぐらい早いんだと思うんですけど、すごい速さで2つ一緒に使うことで、何でしょう、摩擦とかがなくなるとか、そういうことかな。わかりません。ちょっと実際に使ってみないとわかんない。はい、とりあえず取り付けてみようか。左右のブレードを組み立てて、ブレードのタブを持ち、本体のブレードの取り付け穴にカチッと音がするまで差し込みます。2つ重ねて入れる。お、いい音が鳴った。なんかずれてない？刃が綺麗になってないんだけど。あ、書いてあった。取り付け後タブの位置は左右でずれますが正常です。正常だし、ちょっとずれてます。確かに。なんか嫌ね。怖くない？まずさ、刃とこの持ち手がだいたい同じぐらいなんですよ。なんか私この持ち手の部分ってさ、もうちょっと半分ぐらい小さいのかと思ってた。これちょっと収納場所とか考えないといけないな。はい、え、もうこれでいいのか。もう使い方になっちゃった。電源プラグね、これをコンセントに差し込んで、スタートさせますということです。ボタンはね、2つついてるんですよね。オンオフとブレードリリースボタンだから、これは多分外すためのボタンだね。ほら、外れた。すごい単純。ボタンはね、この2つだけなんですよ。とっても軽い力で取り付けることができます。うん、どうこれ、怖い大丈夫かな。電源をね、入れてみたいね。電源入れてみます。ワクワク。つなぎます。置いていいかな。怖くない？これだって動き出して、うーんって私の方にずって刺さる可能性あるよね、これ。危な、怖、大丈夫かな。あ、とりあえず電源はコンセントつないだけど入らなかった。結構長いね。 1.5 メートルって書いてあった気がする。便利な長めのコードだから、結構いろんなところでも使いやすいということです。はい、ちょっとスイッチを入れてみたいと思います。ドキドキ。スイッチオン。怖っ、チェーンソーやんジェイソンやん怖い、めっちゃ怖い。でかい音が。こんな感じですか。ナイフじゃないね。なんか本当にチェーンソーとかノコギリみたいな、なんかそんな感覚ですよ。ただ、あのボタンは
押してるうちにうんってなる感じだから、あの手を離したら確実にスイッチは止まります。だからこのなんかあれだね、ボタンを押してなんかこう振り回したりしたら絶対に超危険、めちゃくちゃ危ない。これはちょっとどうしよう何をしようか、何してやろうか、何を切ってやろうかはい、パワフルモーターでカットもスライス楽々。確かになんかモーター音がすごいね、でもすごいなんかめっちゃパワフルな感じがするよ。この音がねやばい、何でも切れちゃうっていう感じがする。確かにね、これだけのパワーがあるならばこのくらいの持ち手がないと危ないね。ちょっとね重さずっしりしてるんですよ。だけど片手でもちゃんと扱えます。ちゃんと食べ物とかをねこっちの手で持ってカットすることはできそう。はい、ちょっと早速だけど何か切ってみようか。こういうものを試し切りするときによく言われるのがトマト。はい、今回ねめっちゃ柔らかいトマト用意したの。もう柔らかすぎてね持って帰るときにちょっと割れちゃったぐらいこれをね綺麗にカットしてみたいと思います。すごいなんか本当に完熟すぎてすごいいろんなところに割れ目がある。大丈夫なんだろうか。トマトはね切りにくいですよね。普通のナイフでもねなんかこうすごい完熟のものとかベチャってなって、こういう水分が多いものっていうのはどうしても形が崩れ気味なんですよ。そういうのが実はこの電動ナイフは得意らしいという話なので、まずはこちらから試してみたいと思います。トマト、ちょっと待って、切り方とかあったかいな。説明書もう一回読んどこうか。切り方の注意ね。本製品でカットできる食材、パン類、野菜、精肉、ハムなどの加工品、冷凍された食材を解凍してからカットしてください。骨付き肉などの骨はカットできません。生のかぼちゃなど硬い野菜はカットできません。トマトは大丈夫だね。なんかあれだね、特に切り方の あったあった、これよこれ。まな板などの上に置いた食材にブレードを少し押し当て、オンオフのボタンを押しながらカットしますらしい。それでは早速切ってみたいと思います。食材にナイフを当てて、そこからスイッチを押す。はい、押します。もう一回切ります。おお、切れた。はい、カットしました。美しい断面。トマト全然潰れてないよ。全然力いらなかったね。なんかねカットしてるっていうよりはトマトにこう本当に押し当ててるだけなんですよ。それでスイッチを押したらもう勝手にこのナイフの重みだけでどんどん沈んでいくっていう感じなんですよね。自分の力は全く必要なくて、ナイフの重みだけでカットしていってます。ちょっともう一回切ってみようか。音がさうるさいよな。音だけちょっと気になりますが、ちょっと待って、私の切り方があまりにも下手くそすぎて全然例になってないね。切るね。あーでもすごいかも。ほら、まずさこのサイズでカットしてもさ全然トマトが潰れないよね。そして水分たっぷりのトマトなんですけど薄くスライスすることができます。すごい。ちょっと私がねごめんなさいね、初めてすぎてさあんまりうまく切れないんだけど、でもこのナイフ自体は本当にすごいと思う。ほらほらほら、すごいね。こんな綺麗な丸になる？すごいよ。潰れてないのよ。まん丸のあの何？このトマトの茎のまま切れるの。そのままこう、こんな感じ。なんやろこうあれみたい。ほら、幽体離脱みたいな感じなんですよ。わかります？わからんね今のは。今のはわからん。はい、続いてはですね硬いものいきたいと思います。これです。シャキーン！フランスパン。カチカチのやつ、硬いやつです。これね切るの結構大変なんですよね。ちなみにですけどこれが普段のブレッドナイフです。パン切り包丁ですね。まずはこちらでカットしたいと思います。はい、こんな感じですね。まあ、いつもと一緒だね。これだってそんなに悪いやつじゃないのよ。なんかそのパンの
こうボロボロにならないやつを買ったやつなんだけど、まあ普通かな、こういう感じです。続いてはこちらの電動ナイフです。どれくらい差があるか、まあそんなに差はないと思うんだけど、とりあえずカットしてみたいと思います。ナイフを当ててスイッチを押す。はい、カットしました。こちらが電動ナイフでカットしたもの、そしてこちらが普通のパン切り包丁でカットしたものです。なんかさ、あんまり切れ味変わんなくない？むしろさ、電動ナイフでカットした時の方がなんか表面のガリガリがめっちゃ出たんだけど。だからこういった硬いものに関しては確かに切れるかもしれないんですけど、めっちゃ切れ味がいいよっていうわけではないのかもしれないね。ちょっとあれやね、薄く切ってみようか。薄くスライスしやすいという説あるかもしれん。ちょっとカットしてみるんでね、1センチぐらいかな、1センチぐらいでカットしたいと思います。この最後まで切れんやつはもうどういうことなんやろ、私の使い方が悪いんかな。あとさ、電動ナイフさ、すごいまな板傷がついちゃう。なんかパン以上にまな板も一緒に切れちゃうみたいな感じですね。まあでも切れ味に関しては普通だけど、すごいね、パンくずは出る、めっちゃ出る。ちなみに普通のパン切り包丁ね、これで同じぐらいの1センチぐらいでカットしてみると、切れるし潰れない。これでよくない？ハードパンこれでよくない？しかもこれだったらさ、まな板がすごい傷つくみたいなこともないしね、力加減も自分で調整できるから、ハードパンに関してはこっちの方がいいのかもしれんね。はい、続いてはこちらです。コストコで購入しましたジョーンズデイリーファームの塊のハムです。これね、すごい美味しくて気に入ってます。このハムね、めっちゃ美味しいんだけど、薄くスライスするのは難しいんですよね。いつもね、ちょっと厚めにカットしてる。でも今回はせっかくなんで、できるだけ薄くスライスしてみたいと思います。できるかな、どうなんだろう。ちょっと初めはちょっとこの辺から切ってみようか。そんなに薄くなく、普通にナイフを沿わせてスイッチを押す。うん、すごい綺麗にスパンと切れた。立っていい？私さ、今気づいたけど、座ってやるとめっちゃやりにくかった。そうね、サンドイッチに挟めるぐらいの薄さでカットしたいんだよね。できる限りの力を使って薄くスライスしてみたいと思います。こんなもんかな。切っていきますよ、スイッチオン。ちょっと薄くはなるけど、すごい私下手くそすぎる。断面はめっちゃ綺麗。ただこれをまっすぐストーンって落としていくのはちょっとね、技が必要かもしれん。誰でも簡単にってわけにはいかないね。いくよ、ゴー。おお、わあ、いいんじゃない。ほら、はい、ハムです。うまく切れました。2ミリぐらいペラペラに切れたよ。これはうまくいったんじゃない。このままサラダとかね、サンドイッチとかに使いやすそうな感じです。はい、続いてはこちらです。じゃーん、手作りのサンドイッチです。これがやりたかったんですよ。なんかテレビショッピングっぽいでしょ。普段はね、絶対こういう切り方しないと思うんだけど、これをね、サンドイッチを2枚重ねたままいきたいの。こういうね、サンドイッチってやっぱ水分が多い食材が多いのと、あとカットしていくとね、どんどんこういろんな具材がバラバラになっちゃうんですよ。それがこれだとうまくいくんじゃないかという説。うまくいくかどうかは知らん、テレビショッピングじゃないからね。だから別にね、うまくいかなくても全然いいんだけど、これはね、ちょっとやってみたかったので、はい、やってみたいと思います。うまくいけばいい。一刀両断できるかな。はい、いきますよ。あ、そうか、たと、はい、せーの。すごい、何の力も入れずにスーッと下までいった。なんかいい感じよ。とりあえずね、カットしてるときは全然潰れなかった。
開いてみます。はい、いくよ、せーの、パカン、おー、すごい、これはすごい、めっちゃすごい、ちゃんとできた。テレビショッピングみたいになったぞ。超綺麗。これはちょっとすごいね。なんかもうめっちゃいっぱい入れたのにさ、全部切れた。絶対普段はこんな切り方はしないと思うんですが、2枚重ねやしね、そもそも萌え断ってやつやろ、これが。めっちゃ美味しそう、すごい、お店みたい。これはね、大成功ですね。こういった柔らかい食材、水分が多い食材はスパンと綺麗に切ることができます。ちょっとめっちゃ気持ちが良かった。もっとなんかもう細かく切り刻みたいぐらい、めっちゃ気持ちがいい。これは後でお昼ご飯でいただきたいと思います。はい、最後はこれです。コストコの巨大スイーツ、黒糖きなこバーケーキです。イエーイはい、黒糖きなこバーケーキね、これね、この前なんか見たようなケーキですよね。同じものです。はい、今期2回目となります。また買いました。あの、これを紹介するために買いました。仕方なく買ったんですコストコのケーキはね、やっぱりカットするときいつもね悩むんですよ。柔らかくて潰れたりとかね、ボロボロになったりとか、結構ね大変なんですよね。そういうとっても柔らかいスイーツでも、こちらの電動ナイフは得意ということです。はい、カットしてみたいと思います。今回ね、ちょっと試したいことがあるんですよ。このケーキの上のトッピングのね、栗の甘露煮、ちょっと硬いんですよ。この栗の甘露煮と少し柔らかめの黒豆を一緒にね、ここからカットするの。これが果たして綺麗に切れるのかどうか。普通のね、ナイフで切ろうと思ったらね、ブチャって潰れちゃうんですよ、絶対に。これを上から切ってみたいと思います。ナイフを沿わせてスイッチを入れる。いきます。お、なんかうまくいったっぽいけど、どうなんでしょう。感触はね、非常に良かった。全然力入れてないんだけどね、もうナイフが勝手にスーッと下まで降りていったんよね。うまく切れてるかな、確認します。タラララー、はい、めっちゃ綺麗やね。こりゃすごいね、めっちゃ綺麗。この黒豆とかさ、栗とかもさ、全然下に潰れてるわけでもなく、一刀両断ですよ。すごいね、斬鉄剣みたい。はい、近くでお見せしたらこんな感じです。すごい、めちゃくちゃ綺麗に切れた。このスポンジ、そしてクリームの滑らかさたるや、完全にお店屋さんクオリティですよ。自分で切ったとは思えない。そしてね、この注目していただきたいのは、この黒豆、そして栗、これもね、もう全然何の力もなくスパーンと切れました。全然潰れるような感じもなくてね、すごい綺麗に切れた。すっごいね、こんなに綺麗に切れるんだったらさ、もうナイフとかいちいち温めなくてもいいし、いつでもできるね。いつでもお客さん来て OK の状態だね、これだったら。お店屋さんとかもさ、もしかしたらみんな同じやつ使ってんじゃないの、クイジーナートのやつまあこれとは限らないかもしれないんだけど、それくらいさ、見事よ、店やん。これはちょっと感動ものやね。しかもさ、第一投目でこれだからね、もっと回数を重ねていったら、もう完全に私斬鉄剣の使い手になれますよ。素晴らしい、これは感動しました。うんうまっ。はい、というわけで今回はコストコオンラインで購入しましたクイジナートの電動ナイフ、こちらを使ってみました。もうね、楽しかったです。なんか他にもいろんなものを切ってみたくなりました。切るものによってはね、向き不向きがありそうなんですけど、柔らかいものとか水分が多いもの、あと薄くカットしたい場合なんかはですね、活躍してくれるんじゃないかと思っています。ただ気になることもいくつかありました。音がうるさかったりとか、このまな板にね、傷がついちゃったりとか、これに関しては切るときに何かこう下に敷いたりとかですね、した方がいいかもしれないですね。あとお手入れなんですけど、これね、さっき洗ってきたんですけど、この2枚の刃が外れるんですよ。これが良かったです。ちょっとね、思っていたよりサイズが大きかったので、収納は考える必要がありそうなんですけど、いろいろ使ってみたいと思います。こちらはコストコオンラインの方で販売されていますので、気になった方はよかったらチェックしてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。